はい、さあ皆さんこんにちは。はい、本日の皆さん僕一人スタートということで、本日も兄にドッキリをしていきます。まあドッキリというか、本日も兄をガチガチにいじめていこうと思います。本日はですね、どのようなことをやっていくのかというと、兄の睡眠を妨害します。で、どのようにやっていくかというと、アラームを大量に設定するんですよ。ってことで本日の企画、大量のアラームを設定した兄の睡眠を妨害しますよ。アラームドッキリでございますよ。本日はですね、大量のアラームを設定して兄をね、寝かせません。で、どのようにやっていくかというと、最近ね、ちょっと僕ら変わった働き方をしてて、編集リレーというのを最近取り入れてるんですよ。どういうことかというと、シフト制にしちゃうんですよ。例えばですね、兄は夜の11時から朝の5時まで寝ます。で、その間に僕は編集しております。で、僕の編集が終わって、僕は5時ぐらいから寝て、今度は兄が5時からまあお昼ぐらいまで編集をするんですよ。そうすればですね、1日中ずっと編集はできるんですよ。しかもお互いちゃんと睡眠が取れるというチートの働き方でございます。こちらの制度をね、取り入れないと本当に僕ら間に合ってないんですよ。毎日ね、ちょっと動画を撮って毎日動画を編集してるんで、本当にね、ちょっと普通にやっちゃうと寝る時間がなくなっちゃうので、シフト制に分けて最近はやっております。そこでですよ、実はまだ僕は起きたばかりでございます。さっきまで寝てました。本日僕はまあ夜の12時ぐらいから朝の5時ぐらいまで寝てたんですけど、ただいまの時刻は朝の5時でございます。今はですね、兄は夜勤の編集作業を終えて、疲れを取るためにシャワーを浴びてます。シャワーから出てきて今から寝るんですけど、本日は兄を寝かせません。じゃじゃーん、じゃじゃーん、じゃじゃーん。本日はですね、兄がちょうど眠りにつく頃にこちらをね、それぞれ設定して10分ごとに鳴るようにします。で、兄がちょうど眠りにつくってなった時に起きます。で、また眠ろうとしてまた起きます。で、また眠ろうとしてまた起きます。で、 iPhone のね、アラームを設定するんですけど、兄は本日寝れないんですよ。夜勤で疲れてんのにアラームのせいで寝れない。もうね、地獄の朝を兄に味わしていこうと思います。ってことでですね、間もなく兄はシャワーから出てくるので、早速ね、僕はちょっとアラームを設定して兄のことを待っていこうと思います。それでは皆さん、大量のアラームで睡眠を妨害されたら兄はどんな反応するのか、皆さんで一緒に見ていきましょう。長かったな、お前。お疲れ、夜勤お疲れ様です。いやー、お疲れ、夜勤って言うな、お前。夜勤お疲れ。夜勤って言う、お前見て、頑張りすぎて濁ってんだけど、水がね。お疲れ様。よし、俺はね、もうこっからもう止まらず、12時ぐらいまでお昼のちょっとやるんで、お前はまあ11時半ぐらいに起こす。5時間ぐらい寝れれば、今もう5時半だから、うん、頑張った、お疲れ。大丈夫か、クマできてるよ。お前ね、声が出ないんだよね。ニャーちゃん、どうしたの。まあ、オールしたら人間ってやっぱ声枯れるか。キレイ、喋りすぎてるからさ。ねえ、パパー、ここんと。はーい。まあ、休めば。ええ、いや、もうお前、夜勤終わってんだから、もう仕事すんの。違うよ。いや、もう仕事しない、残業はいい。パパ嫌い。パパ嫌いじゃなくて、お前残業はするな。残業手当出ないから MNS から。残業手当、残業手当は出ないんで。分かった、おやすみ。あ、マジでお疲れ、本当に頑張ろう。はいはい、おやすみ、おやすみ。はい、変な話を出て、マジ頑張ろう。もう俺2、3時間寝たら起きろ。いや、5時間後に起こすから。いや、マジ2、3時間寝る。昨日結構寝たから。じゃあな、おやすみ。レイス、お疲れ、頑張るぜ。終了。よっしゃー、今度は俺の番か。頑張るぞ。うるさい。うるさいじゃないでしょ。本当だからだ。お前が正しい根拠を言え。お前が正しい根拠を言えっつってるだろ、こら。うっせんだ、こら、お前。おい。
ーい、おーい、あーすっごいじゃん。なんだよお前、これキッチンタイマーじゃねえかよ。どうやって止めんだよ。わ、本当にありえないからな。なんでわざわざキッチンタイマーまで、おかしいって。お前寝かせろよ。夜中頑張ったんだって、こっちは熊できるまでよ。あんねえ、お前本当に覚えてくれよ。今何も知りねえよ。お前今は体力ねえよ。お前起きた時覚えてろ。今何もできる体力ねえよ。お前覚えとけよ。今の気持ちどうですか？本当に本当にお前の人生よね、すんごいことですよ。え、すんごいこと？どんなこと？やめてくんね。やめ。お前トラウマつってんだろ、これやめろつってんだろ、お前。人寝てんだよここで、おい。ごめん。動物にもやっちゃいけないこと、人が寝てんだここで。疲れてシャワー入ってね、お仕事終わらせて寝てんの。人が寝てんの。人以上にてめえの大好き大好きなお兄ちゃんだよな。こんだけブラックなんだよ俺ら。こんなブラックになんだよな。パジャマがブラックだからってね、はい、目にまでブラックになる必要ねえだろってみたいな。はい、じゃあ寝かしてやるよ、寝かしてやるよ。はい、ふざけんなよ。はいはい、おやすみ。ああ、スマホケースもブラックだけど俺はブラックじゃねえからな。まあ今で寝かしてやるから、その前にエンディングだけ撮ろうぜ。うるさい、もう夜すってもうマジで寝たいから。はい、ってことで皆さん、このゲレだらこういうことさ、どうぞよろしくお願いします。どうなんだお前、めちゃくちゃしょ。まあマジトラウマだからさ、アラームとかうるせえんだって。え、俺じゃないうるさいんだって。あ、俺じゃないって。うるさいんだって。え、やばい、お前アラームついにぶっ壊れたよ。お前なんでこれつくんだよ勝手に。何もした？おい、お前なんかした？してねえよ。おい、アラームをぶっ壊した兄弟ってことがみんなにもバレたじゃねえかよ。お前アラームごときも管理できねえバカな兄弟でバレてるよ。お前このまま俺ら一生寝れねえ。一生寝れないとどうなるかというと、寝れなくて過労死するんで。過労死したらどう？お前アラームも管理できない兄弟間抜けねえ、プラス過労死する兄弟って思われちゃうみんなに。お前これどうすんだよ。お前これ何エンジンだよ。まだ回ってんならぶっ壊してやるよ。ああ、まだ回ってんだよ。じゃあ何エンジンかだけ。お前これアラームエンジンだよ。ああ、アラームエンジンだよ。